いかがお過ごしでしょうか皆さん。名前だけでも覚えて帰りますってぜひぜひ。髪伸びたおでんちゃん最強。イエイ。今日は、今日はねマジでお昼過ぎまでめっちゃ寝てて、そう今日はねまだね外に出てないです。今日は夜のお仕事なので、そう夜中なのでこの後にお仕事行きます。わすっごい髪の毛抜けた。そう今日はね夜勤なんですよ。さっきすき家のねネギ玉牛丼食べました。はい。すっごい髪の毛めっちゃ抜ける。まあ、自分の髪の毛じゃないけど。チーズ牛丼も食べようと思ったんですけど、朝ごはんにね食パンにチーズとピザソースとチーズと蜂蜜乗せたやつ食べたから、チーズって感じになったから。なかなか胃にきそうなんだって。美味しかった。例えば君がいるだけで心が強くなれること何より大切なことを気づかせてくれたね、うん、米米クラブ。なんかおすすめの映画ありますか？映画とかドラマ。なんかまず弁護士か探偵がの話がいいんですよね。で事件とかにいろいろ解決していく系で、ちょっと戦いとかもあって、なんかいろいろ面白い系。コナン、そう ロストジャッジメントみたいな、あのジャッジアイズ的な感じがいい。ないかな。金田一さん、あ確かに探偵だね。探偵物語だって。相棒、相棒いいね、長いし。相棒見たことない。相棒相棒か。相棒は面白いですよ。だって相棒って相方いっぱい変わるよね。君がいるだけで心が強くなれること何より大切なことを気づかせ
そうか、相棒いいね。うぬぼれ刑事、うぬぼれ刑事初めて聞いた。踊る大捜査線。おお、あ、レインボーブリッジね。レインボーブリッジ封鎖できないやつか。なんだろう、なんか面白いのあったら教えてください。ぜひあれが見たいんですよね私今、あの映画最近公開されたやつなんだっけ、あ、タイタニックも見たい。タイタニックなんか今みんな見てるよね、なんでだろう。タイタニックじゃなくてゴールデンボンバーみたいなさ、あのやつ、カタカナの歴史系、トゥルルン、トゥルン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 トゥン、あ、そう、レジェンド&バタフライ、そう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 、レジェンド&バタフライ見たい。見たいな。信長の話なんだ。なんか信長ってさ、作品の題材にされがちじゃない？なんかそのさ、どんな話の信長もさ、同じ筋通ってんのかな。その人の想像の信長だったりするんかな。どうなんだろう。それぞれの信長なんだ。大体同じ。破天荒なキャラだから面白く作りやすい。そうだよね。なんかさ、大体さ、信長かさ、家康じゃないか、明智光秀かみたいな。あ、そう、秀吉も。あ、真田幸村ね。真田幸村かっこいいよね。あの戦国無双、赤、戦国無双、なんか真田幸村は赤だった。
で明智光秀が青で黒田官兵衛は白で、伊達政宗好きだった中学生の時。でも竹中半兵衛が好き。うん、直江兼続、おお、直江兼続が好きなんだ。黒田官兵衛と竹中半兵衛の違い分かる？だって、え、全然違うよ、全然違う。私はね、竹中半兵衛がめっちゃ好きです。上杉謙信、うん、武田信玄が長生きしてたら信長天下取れなかったかも。え、信長天下取ったんだ。え、むずくね、なんか天下統一したん、天下統一したのは徳川さんじゃないの？徳川家康さん。豊臣よ、むずい。秀吉と家康だって。信長はあと一歩だった。信長じゃあ結局徳川秀吉、徳川さんしかやっぱ天下取ってないんだ。なんか難しい、なんかそういうドラマ作ってほしい。なんか戦国時代の話のことを理解できる。大河ドラマを見ましょう。大河ドラマ、仲里依紗さんが出てるやつでしょ。仲里依紗さんの YouTube 最近ずっと見てて、大河ドラマね、なんか話題になってるよね、めっちゃ。大奥か、大奥、仲里依紗さんが出てるのは大奥か。あれは違う、あ、違うんだ、あれは違うんだ。あれは創作、あ、そうなんだ、歴史とかじゃないんだ。
くりドラマ見てる時間あるの？だってドラマね、ほんと見ないからね、うん、いつも洋服おしゃれじゃない、これ寝巻きなんですけど、これ着て寝てる。じゃあ今日の配信は短いけどこれで終わりたいと思います。皆さん見てくれてありがとうございます。では最後におランキング読みます。いきます。13位、とっさんあとおだし。12位、秋元太郎。11位中堅。10位マーアットおだし。9位美穂。8位マッカーシーアットおだし。7位直樹。6位翔太アット代理しか勝たん。5位慎吾。4位みやちゃん。3位ソニー。2位クロリン。そして1位はガパオパオライス。ありがとうございます。ということで皆さん見てくれてありがとうございます。また短すぎて泣いた、だってすいません。でも昨日いっぱいした、1時間ぐらいやった。明日もねやるのでぜひ楽しみにしていてください。ではバイバーイ。